さあ、今日の動画は柴犬ちゃんです、スキップをしてしまうんですっていう子ですよね。これは腰の触診ですね。背中の裏側の筋肉と腰の筋肉調べてますね。左ですね。とここは嫌だ、嫌だ嫌だ嫌だ、めちゃめちゃ嫌がってますね。嫌だって言ってるんですね。吠えてますね。これも痛い痛いって言ってるね。そうするとこの筋肉が張ってしまってるんですね、この子もね。そうするとこれが原因で足を伸ばせないのでスキップということになってます。なるほど、しっかり原因があるってことなんですね。そういうことですね。ずれた骨を元に戻してあげるとね、痛がってる筋肉は揉んだりなどしません、僕の治療は、筋肉は一切揉まずに骨の位置だけ修正して筋肉の痛みも取ってあげる。ちょっと特殊ですよね。でこれ1週間後です。で1週間後にチェックをしますが、まず整体、僕の場合は背中を直してあげると3日後に一番調子よくなります。あ、そうなんですね。どちらかというと骨の調整をして、それだけで筋肉の張りが取れるので。あ、そういうことなんですね。はい。この動画はここまでです。この後の続きを見たい方はこちらの方によろしくお願いします。